新卒屋内特訓ワンカップで選択。言われてて早く入れろみたいな。But I feel like I should watch it just because I'm living in Japan.
けど、ありがとうございます。
視界も狭くなり、周辺の歩行者や自転車、バイクなどと接触し、思わぬ事故やトラブルにつながります。また、周りが歩く人の流れに乗れないため、他の通行人が配慮する必要があるなど、マナー違反でもあります。道でスマホなどを使用する場合は、道の端に寄るなど、歩行者の邪魔にならない場所へ移動し、立ち止まって操作しましょう。歩きながら座るのとの操作は絶対にやめましょう。
届かないところ、医療を届ける。一番確保があってはいけないのは医療の。彼らのね。お金の。